明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。僕の名はエルネスト・ベニート。2020年のある日、僕は生まれ育ったスペインから、ようこそ日本へ、いい旅よ。ありがとう。遠く離れた日本にやってきた。日本に来た理由はある、特別な手術を受けるためだ。どちらまで？佐竹クリニックまでお願いします。と言っても別に重い病気にかかってるわけじゃない。ついにこの時が来たんだ。僕は子供の頃からの夢を叶えるためにはるばるここまで来たんだ。幼い頃の僕は家族や友達から変わり者と呼ばれていた。エル？何をしてるの？今地面の声を聞いてるから静かにして。地面の声？うん、僕に向かって何か喋ってるんだ。僕は生まれてからずっと、僕はこの世界の大気や大地と深くつながってるんだと感じていたんだ。ただ周りはその感覚を理解できなかったみたいで。奇妙なやつだな。キモ。あいつとは関わるなよ。みんな年を重ねるにつれて周囲の人間は僕から離れていった。でもそんなことは大した問題じゃなかった。空気が泣いてる。今日は雨が降るかもしれないな。僕にとっては人間より自然の方が身近な存在だったからね。そんな風に自然に寄り添う毎日を続けていたある日、僕はふと考えたんだ。自然を、彼らをもっと近くに感じたいってね。人類で唯一自然と対話できる僕なら当然の考えだった。その願いを叶えるため最初に考えたこと、それは自然の声をより聞き取りやすくするヘッドバンドを作ろう。自分の思い通りの性能で作るためには設計から開発まで全部一人でやらなきゃいけない。なるほど。つまりこの端子をつなげば。だから僕はひたすら勉強をした。機械工学、気象学、医学、必要な知識を吸収するために努力は惜しまなかった。先生、今日の鼓膜の構造で質問があるのですが。ベニート君は勉強熱心だな。将来の夢はやはり医者かね。いえ先生、僕は自然の声を聞くためにヘッドバンドを作りたいんです。そうか、自然の声ってなんだろう。そして21歳となった2017年、やった、完成したぞ。僕はついに最初のヘッドバンド型大自然対話マシンを完成させたんだ。でもそれを装着した時の最初の感想は、なんだか物足りない、いまいち聞き取りづらい。長年かけて作ったこのマシンはガラクタだった。僕の欲求を満たせなかったんだ。やはり外側に装着するっていうのが良くない気がするな。僕はこの体で自然の声や力を感じたいんだから。となるとやっぱり。それから1年、僕は新たなデバイスの設計開発に動き始めた。そのアイデアというのは、頭蓋骨側頭部に新たなマシンを埋め込むという極めて斬新なものだった。この器官、通常の人では感知できない温度、湿度、大気圧の変化を感じ取り、骨伝導を通じて知覚してくれるというものだ。頭蓋骨で自然を直接感じるんだ。だがこれの開発難度は前回のヘッドバンドとは比較にならない。要は頭蓋骨に埋め込むわけだからな。設計ミスしたらすなわち死だ。でも諦めるわけにはいかない。雨と大地が待っているんだ。僕が彼らのそばに寄り添うその日を、僕は大自然と会話できる唯一の人類、それが私の執念の源だった。そして開発を続けること2年、できた、今度こそ完成だ。僕はようやく理想のデバイス、いや自分の一部となる新たな臓器を完成させたんだ。これでようやく幼い頃からの夢が叶うと思われたが、え、施術できない？なんで？そんな前例のない奇妙な手術受れるわけないだろう。なんと医者に断られた。下手したら殺人罪になると。それから何日も手術してくれる医者を探し回ったけど。いやいや、頭おかしいんですか？責任取れません。死にたいんですか？無知な人間どもが、バカばっかりだ。スペインの医者は全員門前払いだったんだ。しかし救いの手は思わぬところから現れた。手術を引き受けてくれる。本当ですか？やった。なんとある日本の医師が手術を受け負ってくれたんだ。こうして日本に飛んだ僕は無事に埋め込み手術を行った。よし、頭蓋骨に結合成功だ。人類にはない独自の器官を得たんだ。そして人を超えた新たな生物種へと生まれ変わったんだ。ああ、これだ。この感覚こそ僕の求めていた夢そのものだ。ちなみに感知器として以外にも便利な機能がある。太陽光で充電できるし、 Wi-Fi 経由で他のデバイスにつないだりもできるんだ。ただ重さが片方 500g、 つまり 1kg の重りをつけてる状態だから、慣れるまでは頭が重くて大変だったけどね。僕のように新たな器官を得て人類を超えた生物になった人が実は世界には何人もいる。私は地震を察知するセンサーを埋め込んでるわ。僕は色を聞くアンテナを頭に入れてる。彼らからもいずれ面白い話が聞けるかも。